その夏は忙しかった。昨年頻発した災害の影響もあったのだろう。蛆のように呪霊が湧いた。払う、取り込む、誰も知らない呪霊の味。あーうまい。なんだこの味は。舌の上で舌の不幸が広がるハーモニー。呪霊操術極の番うますぎ。今はただ呪霊に感謝を。マジか、呪霊ボールうまいんだ。舌の不幸は蜜の味って本当だったんだ。うまい、うますぎる。舌の不幸が健健に冷えたから。下等怪獣か。うまい。癖になるっつーか、一旦味わうと引きずり込まれる味っつーか。例えると豆まきの節分の時に年齢の数だけ豆を食おうとして、大して好きでもねえ豆をふと気づいてみたら一袋食ってたっつー感じかよ。これ後から来るやつ、後味最悪だわ。なんか急に雑巾を丸飲みしたような、吐血物を処理した雑巾を丸飲みしているような。呪霊操術極の番まずすぎ。でもやめられない、また食ってしまう。パチンコでタコ負けしてパチンコやめる宣言したのに、次の日も朝からパチ屋へ向かっているような感じかよ。どうか、絶対か、何があっても食う。でも食べたい。食レポがジェットコースターすぎる。たしまいざこうとがりあうとしごましいがねをくしろよくろうとるねんちゃ。マイクはジャンスキー。今はただ歯磨きに感謝を。